おはようございます。おはようございます。おはようございます。業界っぽく挨拶すんだよ。いいね、髪切ったね。かわいいじゃん。すげえ、なんか森の妖精みたい。かわいい。褒め言葉。いや、褒め言葉すぐ気づくから、髪切ったら。気づかなかっただろ、丸一日気づかなかっただろ。青山は大好きだったよ。あ、ほんと？お互い様だよ。だって俺もあんな前髪気づかないし。俺300やってるから最中だから。あ、そっか。それでは今日の練習 Vlog になります。今日はがっつりスピードまた入れようかなっていう感じにしてて、とりあえずスピード50から80、3、4本ぐらい入れて。超真面目じゃん。いや、真面目です。でも皆さん、あの蚊についてたくさんありがとうございました。はい、今3箇所刺されたところです。しろ。この動画がどういうタイミングだって分かってるか分かんないんですけど、山形県戦に出場はしたいんですが、結構大変なんですよ、出すのが。はいはい、ちょっとその動画も改めて出すんで、はい、そっちを見てほしいんですけど、審査が通るか分かんない。県戦プラスクラブ代行がほぼ同日にあるんで、4月9日から10日に向けての今調整練習っていうことです。はい、はい、もう2週間来てるんで、いよいよですね。僕はいつも夏から上がってくる男なんで、ここを上がるきっかけにしたいの。はいはいはい。いや、ほんと最近動きはいいんで、出力高めにしてタイムを伸ばしていくと。知ってた、蚊って絶滅すると生態系狂うんだよ。設定タイム決めないでいくもんなんですか。もちろんタイム出たらすごい嬉しいんですけど、うん、どっちかといったら自分がこのくらいであろうなっていう感覚と出たタイムが一緒だったら特に嬉しい、はい、まあ、逆もあるよね。こんぐらいって思ってたらちょっと早かったら嬉しいじゃん。あー、嬉しい。ちょっとマジでなんで俺虫除けスプレー買ってきたんだけど。ちょっとお前ら刺された。俺も刺されてます。じゃあいいよ。ここ全員 A 型 A 周辺 O か。ザ・ O だよな、周辺の性格って。間違えられる。ああ、確かにそれもわかる。周辺は疲れた時が O 型なんだよ。ああ、なるほど。調子いい時が O 型。ディスってるじゃん普通に。違う違う違う、今のディスで認めます。でも俺が毎回好きになる女性は O 型です。ああ、ズワッとしたんだけど。この動画のタイトル血液型について。いい終わりです。これで尺取るしかないから。今日の武田の無駄話コーナーでした。かわいい頭しちゃって。はーい、いいんじゃない。ああやってにこやかにやってますけど、多分彼自身すごい今緊張感持ってやってると思います。楽しみながら緊張してるね。当てていい？いいよ。5秒81。俺は当てていいですか。5秒72。5秒67。いや、くねえか。はえよ、タッチダウンでベストじゃない。小笹さんと走った時に5秒64で走ったんだけど、うん、あの時は 50m、 その 100m のための 50m じゃなくて、グーッてもう。ああ、はいはい。でその後怪我した。なるほどね。今のはスーッとこうちょっと力んだけど、まだ行きますよっていう、うん、とりあえずもう一本行くってこと。 50m 行くわ。ダッシュで行こうぜ。2本目終了。一気一憂しちゃうんだよ俺。いや、これ大学陸上やってる人だと分かると思うんだけど、うん、特に短距離マネージャーとか綺麗に測ってくれるから一気一憂しちゃうんですよ。それ意味が分からない。高校の時とかって流し読みとか、うん、むしろマネージャーいないとかも多いと思うんですけど、大学とかだと逆に全部結果分かっちゃうんですよ。一人に一人ついてくれるからタイムを。なるほどなるほど。そうですっていう感覚がやっぱ4年間こう秘密つけられたので、はいはい、さっき5秒6で、うん、すげえ嬉しかったんだけど、うん、ちょっと今気持ち力んで5秒8とか9とかかかっちゃうと気にしない気にしないってなんないの。はいはい。さあタイム5秒。7。おお、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 素晴らしいよ。これ合格です。合格だね。次距離がちょっと伸びたところで減速しないでそれ維持できるか、むしろちょっと加速するかぐらいのイメージで8秒6台出たらいいかです。オッケーオッケー。周平も乗ってるから周平も乗ろう。多田くん激乗りだよ。だから多田くんとこの辺似てるでしょ。え俺の田田くんじゃんけんするときは自分勝ちですよ。今思うとそれ見てない人もいると思うよ。この動画見てて、え、何それ動画って思う人結構いると思うよ。あれ埋もれてる、埋もれてるよあれ。ダッシュで行こうぜ。今マジで無風だから今行ったら正確にタイムが分かんじゃん。はい、緊張すんな、ブレそう。
さ、練習で一喜一憂ってしちゃいけないと思うんだけど、 YouTube ではいいんじゃない？リアクションが必要だから。そうなんですよ、むしろこれが大事なんだって今、うん、走るわって思った、うん、ちょっと高くいっちゃったかなっていう感じあるんで、うん、もっといい意味で浮く走りでも良かったなってちょっと反省してます、うん、予想タイムは7いっててほしいな。8秒7、うん、じゃあ僕らのタイム、ちょっと待って待って待って、いいですか？いいよ、8秒51。どうなのそれ、すごいね。8秒51って結構すごくない？そんなずれてないと思います。100のTTやったらどんぐらい出んの？8秒5でいったら、うん、リアルに11秒ずる、ワンチャン10秒9、条件よかったらちゃんペロッとしてたけど、ペロッた、わかんない、俺ペロッて単語を使うとき、俺犬に顔舐められた時ぐらいだよ。お敷金内で、あーそうそうそう、こう帰ってたってことだよね。あーなるほど、そうか、うん、ちょっと嬉しいな。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。